サルベマリア中西里奈です。今回のエピソードではイエスの生涯についての映画を紹介していきたいと思います。まず一つ目はマタイによる福音書という映画なんですけど、この映画は年老いたマタイがイエスの生涯を思い巡らしている感じで映画が描かれています。セリフも全部マタイによる福音書と全く一緒で、イエスの誕生から復活まで描かれています。そして聖書の箇所が画面の下側に表示されているので、何章何節を読んでいるのかとか、何章のことなのかなど、そういうことがとても分かりやすく表示されている映画です。そしてこの映画ではイエスはとても明るい感じで描かれています。次に紹介するのは1979年に出されたジーサスという映画です。この映画はルカの福音書をベースに描かれています。1979年に出たという映画なので、とても世界に知られていて、70以上の言語で翻訳されていて、本当にたくさんの人が見たと言われています。そしてこの映画ではイエスはとても優しい方で描かれています。3つ目に紹介する映画はヨハネによる福音書の映画です。この映画では本当にヨハネの福音書に書かれているその言葉のままにそのナレーションな感じで映画が描かれています。なので本当にヨハネの福音書を読んでるのを本当に映画として見てるみたいな感じで、本当に全く同じ一緒です。そしてヨハネの福音書ということなので、他の福音書の映画ではなかなか描かれていない十字架上でイエスとヨハネとマリア の会話というか、そのあなたの母である、あなたの息子であるという、そういうところも描かれています。そしてこの映画ではイエスはとてもはっきりとした感じで描かれています。ということでイエスの生涯が描かれた映画はマタイによる福音書、ジーサス、そしてヨハネによる福音書です。では次のエピソードでは違うテーマで他の映画を紹介していきたいと思います。ではバイバイ、バレー。